ではですね、次に今、デトロイトビカムヒューマンについて、お話ししていただいたんですけど、今度は現在の AI 技術について、三宅さんに、ご自身の、ゲーム AI の活動を交えながら、今 AI の研究ってどうなってるのか、何ができて一体何ができないのかなどをですね、三宅さんにお話ししていただきたいと思います。三宅さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。スクエニックスの三宅です。じゃあ自分の時間では、現在のデジタルゲームにおける人工知能ということをお話したいと思います。で、この60年の人工知能の歴史を見ますと、この2つの流れが3つの時期に分かれていて、ニューラルネット、逆伝播法、ディープラーニング、推論ベース、ルールベース、データベースときたのが、シンボリズムという方で、ゲームが扱っているのは、この領域ですね。第二次ブームから第三次ブームにかけた、2つの流れを、ミックスしたあたりになります。でこれを、さっきのこう人間らしいというところにありますと、このプレイヤー以外のこのキャラクターですね、彼らはその昔はこう上からこう制御してたんですけど、現在ではそれぞれのキャラクターがですね、それぞれ目とか耳とかの感覚を持ってこの世界を感じて、そして自分で意思決定をして、そして自分で体を動かすと、いわゆるこう自律型知能というものになっているので、この世界にポンと掘り込むですね、あとはこう自分たちで動いてくれるということになっています。ゲーム AI のテクノロジーはこう3つありまして、メタ AI、キャラクター AI、ナビゲーション AI と、この3つを組み合わせます。キャラクター AI っていうのは今見ていたらキャラクターのこう頭脳のことですね。でナビゲーション AI っていうのはこうカーナビみたいにこう環境をこうの中でうまく動くと。でメタ AI っていうのは神様 AI でして、あこのプレイヤー下手だなと思ったらですね、ちょっと手を抜いてってこうキャラクターに言ったり、ちょっとこうゲームを難しくしたりとか、そういうことがあります。でナビゲーション AI っていうのは、例えばですね、これファイナルファンタジー14というんですけど、このキャラクターがですね、こうパス検索と言われる技術で、この、森の中をですねずっと動いていくみたいな、でこれは彼が自分でこう環境を認識して道を見つけているんですけど、その難しい処理をこうナビゲーション AI っていうのでやってます。メタ AI がない場合をちょっと見てみますね。これ例えばこの3人のキャラクターですね、このプレイヤーを助けにこう3人とも来てこうケアをかけるみたいですね。これちょっと間抜けなシーンですね。でこういうシーンをですねメタ AI が見つけるとですね、ちょっとそれはまずいので、1人だけ行ってってこうですね、で後の2人はちょっとうまく掛け声をして任せたみたいな、こうシーンをですね引き締めるためにこう上からこうゲームをですね、認識するというのがあります。で最後にこのキャラクター AI なんですけど、キャラクター AI っていうのは先ほども見せて、こう感じて考えて行動するっていうのが AI の基本なんですね。ちょっと難しいのはこれエージェントアーキテクチャっていいまして、ロボットから変えた技術なんですけど、センサーでこう情報を持ってきて解釈して考えて、そして体を動かすと。ですのでセンサー認識、意思決定、運動構成、記憶、体って作ると、これで人工知能が出来上がりっていうことになりますので、そんなに難しくない話ですね。で例えばこれ意思決定の中身なんですけれど、これちょっと詳細はビヘイビアツリーという、これ頭の中からですね、で状況に合わせてこう必要な部分をこう作っていくと、この緑のキャラクターはですね、このなんかこんな状況になったらこういうこと考えよう、これやろう、別の状況になったら、別の、状況考えようみたいな形で、それぞれの状況に合わせて自分で集めた情報から、今は策的と行動しよう、今は行動と射撃をしようみたいなことをですね、こう自分の中で考えて行動するっていうのはこのキャラクター AI という技術なんですね。でこういう技術を組み合わせてデジタルゲームの AI っていうのはできてます。これが学習ですね。あとゲームの中のこう街とかありますよね。ちょっと街はちょっと特殊な作り方をしまして、こう人がいっぱいいるので、もうちょっと簡単な方はないかなと思って、実は人じゃなくてですね、物の方に人工知能を埋め込んでます。そう、冷蔵庫に人を制御させるってことをやってまして、例えばですね、この3人はですね、実はこのテーブルが彼らを操っています。でとりあえずゾンビのようにこう引き寄せて、はいプレイヤー来ました、はい演技して、はいこう演技しました、こうでなって、で今度またいっぱいにこうちょっと処理が見えてますけど、ちょっと人がもう一人こう
呼ぼうかなとテーブルが考えてですね、はい、彼が来て、彼もはいプレイヤー来た演技してって言うと、はい、こうあたかも仲間がいい人みたいにこうですね演技してもらうみたいな、でそういうのを重ねてこう街の中の AI をまあ作っている。そうするとキャラクター来るとですね、はいみんな一斉に演技してっていう感じですね。実はゲームのキャラクターっていうのはそのアクター、本当の生き物、人工生命であると同時に、まあ、役者でもあるという、まあ、二重性を持っているというのが実はゲームのキャラクターの人工知能の特徴だったりします。という形 で、ですね、で僕もデトロイトビカムヒューマン本当に楽しませていただいて本当に素晴らしいと思いました。で普通はですね、人間からしかアンドロイ人工知能を見ることはできないんですね、まあ、当たり前ですけど。ところがデトロイトビカムヒューマンってアンドロイドの視点から人間を見ることができるんですね。つまり人工知能を体験できるってい こう稀有なものでありまして、ですからこれ Playing DBH Better Than Reading 10 AI Books という話、つまり、まあ、10冊の AI の本を読むぐらいだったらですね、このデトロイト・ビカム・ヒューマンを1回プレイした方がずっと AI について理解できると思いますので、まあ、ぜひまだの方はちょっと宣伝みたいになっちゃいましたけどやってみてはいかがでしょうか。以上です。ありがとうございます。ゲーム AI の話からですね、デトロイト・ビカム・ヒューマンが、そんだけ10冊の AI の本を読むよりも、AI を知る上で価値があるんじゃないかっていうふうにおっしゃってますね。デイビッドさんどうですか？So I'm very pleased. Thank you very much. I didn't know we were working on a documentary. We thought we were just doing a work of fiction. I think it's all this is very interesting because it's crazy how AI has become now a part of games. We really started years ago with very simple things, and now it becomes more and more complex. And of course, there's AI in the game for the characters. What is also interesting is that we start using AI to replace the work of people. Actually, for example, at Quantic Dream, we work at the moment on deep learning in order to analyze motion capture data and have this, you know, AI doing the work instead of an operator, because it's going to learn how we do things. We are going to inject, you know, hours and hours and hours, millions of animations, so the AI can learn how we transform the animation, and so it can start to do it. So I think that's also fascinating, that we use AI to make a game about AI. It's like a strange idea. But I think not everybody realizes that AI is already a part of our lives. It's in our games, of course, but it's also on the financial markets, for example. Very few people know that most orders on the financial markets are done by algorithm and AI. And AI is going to be in our cars tomorrow. It's going to drive for us, and it's going to do many, many things. And that's just the beginning. So, but AI is just a tool. It all depends on what we are going to do with it. It can be something incredibly dangerous, or it can be something absolutely fantastic. It depends on what we're going to do with it.